んにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は今確定申告真っ只の方ももう提出して終わったよという方も必見の動画です。次の確定申告を楽にするにはスムーズにすればどうすればいいのコツを税理士が紹介します。私はオンラインサロンを運営しています。その他 SNS、TikTok、Instagram、Twitter もやってますのでぜひ合わせてチェックの方よろしくお願いします。また個人事業向けに必要なものを一冊にまとめた本も出版してますのでこちらも合わせてよろしくお願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の内容、次の確定申告楽にしたいコツを伝授していきます。本日の内容です。今年大変だった人へ向けてなんですけども、コツを順番に紹介していきたいと思います。まず1つ目、会計ソフトの導入。2つ目、電子申告の準備。3つ目、自分のカスタマイズ記録を取ること。そして最後、経理に取り掛かるタイミング。この4つがポイントになってきますので、スムーズに確定申告来年こそしたいって方はぜひ最後まで見てください。はい、では次の確定申告こそどうすれば楽にスムーズに効率的にできるのか。まず1つ目のコツなんですけど、会計ソフトを導入しましょう。こちら会計ソフトの導入については詳しく過去で動画を作っています。こちら税理士がおすすめする会計ソフトという動画と、確定申告苦手なフリーランスへの秘密兵器ということで、これはマネーフォワードクラウドさんの実際の画面を実際に見ながら紹介をしていっている動画になりますので、ぜひこの2つの動画見てください。そして会計ソフトの導入をしようということなんですけど、やはりね、いきなり確定申告でね導入しようってしてもね、時間が足らなかったりね、もう他にやること満載で間に合わなかったっていう方もいると思うんですよ。もちろんね、今回の確定申告で間に合ったよ、会計ソフトのおかげでとても助かったっていう方も中にはいると思うんですけど、今年はどうしてもギリギリで導入ができなかったっていう方は、次の確定申告に向けて会計ソフトの導入をして準備をしていきましょう。まず何をするかと言いますと、会計ソフトのダウンロードですね。で、どこの会計ソフトがいいかなっていう迷っている方はこの2本の動画ぜひ見てください。そして導入と設定を順番にしていかないということと、やはり少しずつやり方、使い方を学んでいく必要があります。またやはりね、どうしても少し経理というのは簿記の知識がいったりとか仕分けをしないといけないというふうになりますので、少しずつ一緒に学んでいきましょう。そしてこの会計ソフトなんですけど、こんな便利なものはないっていうぐらい本当に便利なものです。自分で確定申告をしている税理士にまだね依頼するまでじゃないっていう方こそ、会計ソフトっていうのは導入してほしいです。メリットが多いので、もうこの会計ソフトを使わない理由がないくらい、私はやはり会計ソフトは使うべきだと思います。もちろんね、使い方やり方わからないとかね、勉強していく必要はあるんですけど、一度ちょっとコツをつかんでしまえばもうずっと自分を助けてくれる強い味方になりますので、会計ソフトの導入考えてみてください。そして来年度こそはスムーズにできるように会計ソフトを味方につけておきましょう。こちらね、メリットが多いと言ったんですけど、どういうメリットがあるのか、どんなね、たくさんのメリットがあるかっていうのは、こちらの動画にね、ギュッと詰め込んでいますので、ぜひ動画の方をご覧になってください。それでは次のスライドに行きます。電子申告の準備をしておこうということです。今回、この確定申告時期になってね、ちょっと待って、65万円控除狙いたいのに、マイナンバーカードないよとか、カードリーダーないよっていうふうに慌てた方中にはいるんではないでしょうか。次の確定申告に向けて、まずマイナンバーカードを取得しておくっていうのも一つの方法です。そして二つ目、カードリーダーがなかったよって方は、カードリーダー、これを機に購入するっていうのもありではないでしょうか。もちろん経費にすることができます。カードリーダー代わりにスマホのアプリで読み取れたよっていう方はカードリーダー必要ないんですけど、スマホでアプリの読み方がよくわからなかったとか、結局やっては見たもののすごく時間かかったんだよねっていう方は、もうパソコンの方からね、マイナンバーカードとカードリーダーを使って電子申告していった方がスムーズじゃないかなと思います。3つ目、 ID パスワード方式の手続きをしておくっていうことも一つの方法です。これは事前に税務署に行くと、マイナンバーカードもカードリーダーもいらなくて電子申告ができますよっていうものになります。そしてこの 1,2,3,3つの方法なんですけど、こちらの確定申告、電子申告の提出方法で詳しく内容を紹介してますので、一体どうやってやればいいのかなとかね、 ID パスワード方式って何、税務署に行くってどうすればいいのって方は、こちらの動画で詳しく解説してますので、ぜひそちらの方動画になって学んでみてください。はい、こうやってね、慌ててね65万円
所にしたい、電子申告にしたいと思った時に準備ができてないとね、やはりそこで時間がかかってしまったり、今年は65万円控除じゃなくて55万円控除で諦めたっていう方もいるんじゃないかと思います。やはりお得なのは青色申告のこの上限のね、特別控除65万円になりますので、今年ねできなかったっていう方、まあもしくはね、まだ今ね取り掛かっている方、最中だよっていう方、ギリギリ提出って方もいると思うんですけど、どちらにしても事前準備が大事になりますので、ね、次の確定申告スムーズにいくために、こちらの方マイナンバーカードを取るとか、カードリーダーを買っておくとか、 ID パスワード手続きをしていくっていう風にすると、次の申告がとてもスムーズに進みます。次の方法3つ目ですね、カスタマイズを記録していくってことです。え、これどういうことっていうふうに思った方いらっしゃるかと思うんですけど、例えばですね、棚卸の仕分け、これ仕入れがある人だけになるんですけど、毎年この時期になって、あれ去年どうやって入れたんだっけ、棚卸の仕分けってどうするんでしたっけっていう思い出してる方いませんか。こういうふうにちょっと特殊な仕分け、年に1回しか使わないような仕分けはメモをしておく、要は記録を取っておくっていうふうになると、次の年にまた思い出す時間が必要なくなるので、スムーズにいくことができます。ですので、例えば決算の仕分けなどもそうですよね。売掛金や未払い金、毎年自分が使うような決算の仕分けあると思うんですよ。そういう場合はスクショを取っておくとか、会計ソフトに入力した画面用のスクショでもいいですし、もちろんこの仕分け、どういう風な仕分けを毎年自分がしているのか、メモを取っておくっていうことが大事です。1年経ってしまうとどうしても人間って忘れてしまうので、このように仕分け、いつも使う1年に1回しか出てこないような仕分けはカスタマイズ記録ということで、自分が使うものをメモしておく、スクショしておくということが重要になります。そしてもう一つ、必要書類の一覧表を作っておくととても便利です。要は自分が毎年必要なものって大体ほとんど皆さん一緒なんですよ。なので必要書類の一覧表を作っておくと、これが自分には必要、または必要な書類をコピーしておくっていうのもいいかと思います。去年のコピーを見て、あ、今年の書類はこれとこれだなって照らし合わせると、すぐにね、必要書類と実際の原本とがカチッとイメージに頭の中できますので、必要書類の一覧表を作っておくっていうのはとてもおすすめな方法です。そして次のポイントなんですけど、つまずいたポイントのメモやスクショをしておく。今年自分が確定申告をするにあたって困ったとか、もしくは間違えてやり直した、すごくこれを取り寄せたり、これ準備するのに時間がかかったっていうようなつまずいたポイントをメモやスクショをしておくと、次の時にきっとまた同じような間違いミスをすると思うんです。それを防ぐためにも、このつまずいたポイントのメモ、どういうところで自分がつまずいたのか、間違えてやり直しとかなどなどね、必要な箇所をメモやスクショしておいてください。またね、このカードの明細書、 Amazon の明細書を出すのにつまずいたっていうような方は、こまめにダウンロードをするようにしておくっていうふうに、こう頭にね入れておくとか、まあそういうふうにね、ダウンロードをこまめにするっていうようなことをメモしておくっていうのも重要です。そして効率がいい順番もメモしておくと、次自分が落語することができます。これはどういうことかと言いますと、これをしてからこういうふうに言った方が効率が良かったのにとか、これを先にしておけば一気に入力ができて楽だったのにっていうのはポイントなかったですか。流れを順番にメモをすることですね。自分がいつも確定申告に取り掛かるためには、どういう流れで、どういう順番で何をしているのか、効率がいい順番をメモしておくと、来年度このメモを見ながらスタートすれば、考えたり忘れていたことを思い出したりする時間がなくなるので、スムーズになるかと思います。本当にこちらおすすめです。私たち税理士もこういう風にお客様ごとにカスタマイズ記録っていうのは持っている先生が多いかと思います。メモを取っていたり、まあ、コピーをしておいたり、もしくはね、この書類がいつも足らないなっていうようなものは備忘記録をきちんと取っている先生が多いかと思います。ぜひ皆さんもやってみましょう。そして最後4つ目のポイントです。経理に取り掛かるタイミングです。これが一番最後なんですけど、本当に重要ポイントですので、皆さんしっかり頭に入れて、耳が痛い話かもしれませんけど、ぜひ最後まで見てください。記憶がまずあるうちに経理に取り掛かりましょう。じゃあそれはいつかっていうと今ですよね。なので今申告が終わったすぐというのは、一番記憶が新しくて、どういう風に自分が経理をしたかっていうのを覚えているベストなタイミングです。ですので記憶があるうちに、もう令和4年度の経理溜まってきてると思います。1月2月という風に順番に取り掛かりましょう。そして遅くても半年後にもう1回やってください。要は確定申告って普段の経理を貯めるから辛いんです。そしてもう一つポイントなんですけど、年末年内にもう一回やっておく。これどれぐらいがいいかって言いますと、11月12月頃にもう一回締めるという感じですね。一旦締める感じで年末にもう一回やっていきましょう。これをやっておくといいことがあります。年内に経理をしておくと
と節税対策ができるんですね。これ皆さん好きなワードじゃないですか、節税対策、税金対策。ここで年末までに1回経理をやっておくことで、軽く締めることで大体の利益所得が出ると思うんです。そうすると何ができるかというとこちらです。これ今回もね、年末に出した動画なんですけど、今年最後の節税してみませんか。要は節税対策、税金対策は年内までなんです。年を超えてしまったらどうにもすることができません。今回中にはもしかしたら確定申告をした時意外と利益があったしまった、何か節税対策考えとけばよかったな、こんなことだったら何かね固定資産買えばよかったかな、導入考えてたのになっていう方いるかもしれません。要は経理を年内に締めておくことで節税対策、税金対策をすることが初めてできるんです。またぜひね、こちらの動画来年頃、またね先の話ですけど来年頃になりましたらぜひ見てみてください。はい、そしてまだ確定申告出来上がってないよっていう方、確定申告動画があります。入門編、知識編、また実際の用紙1枚目、2枚目、3枚目、4枚目の書き方を解説していますので、ぜひこちらの動画の方を見て確定申告仕上げてください。期限がねもう少しですのでね、頑張ってください。そしてもしもの場合なんですけど、コロナの影響であった場合には確定申告の期間延長が今年はすることができます。詳しくはどうやってやるのかっていうのはこちらの動画に詳しく解説をしていますので、ぜひご覧になってください。もしね延長できるということを知らないで、ね、そのまま期限後申告になってしまうと、いろいろ後々自分がペナルティを被ることになりますので、必ずねこちらの方をチェックしてみてください。はい、個人事業向けあなたのビジネスがうまくいきますようにということで、本を出版しています。 Amazon、 楽天ブックス、 Kindle 版も出ましたので、 Kindle 版待ってたよって方はぜひ Amazon の方から入って Kindle 版の方お願いします。必要なこと、個人事業が疑問に思うようなことを一冊にギュッとまとまった本になってますので、よろしくお願いします。また Amazon レビューもお待ちしてます。この本どういった内容かと言いますと、次のスライドで紹介します。このような形で一問一答形式になってますので、気になる箇所だけ読むこともできますし、これって何だっけって時に目次の Q から検索をして辞書のように使うこともできますので、おすすめです。また私はオンラインサロンを運営しています。3つメリットがあります。1つ目がオンライン上に税理士を味方につける、いつでもオンライン上で質問や相談をすることが OK です。そして2つ目、定期的にサロンズームを開催しています。こちらはねメンバー同士の交流ができるということで非常に好評です。また私とズーム上で直接質問や相談をすることができる、これが2つ目のメリットです。そして3つ目、税理士の裏側を公開、 SNS の集客方法、 YouTube や TikTok、 SNS の裏側、新しい税金情報、経理の情報などなど、オンラインサロンのみに投げている情報たくさんありますので、ぜひご検討ください。オンラインサロンはね概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひチェックしてみてください。月額制で Facebook の非公開グループで運営をしています。はい、チャンネル登録の方よろしくお願いします。その他 Instagram は 1.4 万人フォロワーがいて、 Twitter、 TikTok、 TikTok はフォロワーが6万人になりました。他の SNS もぜひチェックの方お願いします。あとコメントは目を通してますので、ぜひ感想やコメントいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。もちろん高評価ボタンのグッドボタンもお待ちしています。チャンネル登録よろしくお願いします。 YouTube の方は目標である10万人を目指していますので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。はい、それでは動画いつも最後まで見てくださってありがとうございます。このように自営業フリーランス向けに役に立つ動画を投稿していってますので、ぜひチャンネル登録、また YouTube の方でお待ちしていますので、ぜひ動画の方ご覧になってください。いつもご視聴してくださってる方は本当にありがとうございます。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。